コもありがとうございます。すごいありがとうございます。ニュースもたくさんありがとうございます。ザキッチさんのファンレベルが10割以下世代9人目おめでとうございます。そしてありがとうございます。希望のカラーを教えてください。何色がいいか。こんばんは。ゆくきらありがとうございます。だるまさんに人もありがとうございます。クッキーとかのだね、ありがとうございます。流れ星ゆともありがとうございます。はい、あ、猫たん、あ、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。本日公式番、公式みちきの、私が担当しますので、この後20時からやるので、こちらもぜひください。何色が残ってますか？いっぱい残ってるよ。スクロールして見れると、実は確かまだ赤が残ってるんですよ。赤、白、茶色です。白、茶色。あ、アメちゃんギフトもありがとうございます。すごい、ハートギフトたくさんありがとうございます。あ、白、了解しました。一緒一個、はい、ありがとうございます。すごい、赤が残るって初じゃない？いつも赤最初に決めちゃうけど、今回決めてないから残ってる。こんばんは。なんだっけ、いや、ダメだ。ヒロさん、200回目の訪問ありがとうございます。これ訪問がたくさんいる、たくさんもありがとうございます。1周年おめでとう、ありがとうございます。私多分これ365になってる時じゃない、だから明日なんじゃないのかな。毎日配信がってことなんじゃないのかな。違うのかな。見ないと辻褄が合わないんだよね。だって私の一番最初は2月2日だから、1周年ぴったりはそこだからね。明日、今日か、明日だね。すごいね、よく1年もやったよ。でもやったよ。ごめん、ギフトありがとうございます。あらら、通知がすごい。レジャーシート、あーあー、はい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 、いいじゃん。よきよき。新幹線壊れてないのってどういうこと？なんかあったの？なんかあったんですか？全然わかんない。石川の人じゃないか、福井であってもわかんないんですけど、わかんないです。ん、なんか車両事故ですか？壊れるって何？なんかあったの？壊れる。
全くニュースを見ていないのが分かってしまう。本当に見ないからな。なんだ、ググればいいのか。いいよ。めっちゃ見ないと、今日4本くらい見ないと全部消えちゃう。なんでそんな作品が同じタイミングで切れるんだよ。新幹線？いや、違うな。いや、全然わかんない。ニュース、新幹線、一日前ならあるけど、今日はないよ。昨日の人身事故ならあるけど、今日はわからない。新幹線って壊れることある？あるか、そりゃあるよね。すごい、バレンタインチョコありがとうございます。レビューゲームたくさんありがとうございます。みたいなセッター、その子のね、あ、そっか、その後もある特典らしい。そうなんですね、そうなんですね、というか、そうね、あるみたいですよ。はい、まあせっかくいるのならいいと。新幹線と新幹線が衝突したら壊れるか。そっか、壊れるか。そうだよな。新衣装？なんだ新衣装って。新衣装？新衣装って何？知らない知らない。ちょっと詳しく教えて、please me。詳しく教えて、please me だよ。はい。新衣装ってなんだ？ガティでわかる。あ、更新来たん。絶対今のうちにやった方がいいな。先に誕生日します。第13位、デートのシックスさん、おめでとうございます。第12位、ヤマメさん、おめでとうございます。第11位、ハナプンさん、おめでとうございます。第10位、ノブくんさん、おめでとうございます。第9位、アキニャンさん、おめでとうございます。第8位、シャムさん、おめでとうございます。第7位、トシトンさん、おめでとうございます。第6位、クマチャカさん、おめでとうございます。第5位、バンブーホースさん、おめでとうございます。第4位、ミサキッチさん、おめでとうございます。第3位、ナオさん、おめでとうございます。第2位、スンスンさん、おめでとうございます。で、第1位、リックさん、おめでとうございます。キラボシギフトコメントたくさんありがとうございます。いつもたくさん嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと更新をさっき見つけて、まだ5分くらいあるんですけど、先
にやらせていただきました。そして男女以外の皆さんもキラボシギフトコメントをたくさんありがとうございます。レビュー上げ入隊された皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。闇付きのマリカです。よければ皆さんフォローしてってね、お願いします。あ、そう、新書。あ、そういうことね。さあ。さあ、わかんないですね。はい。わかんないですね。変わったとしても言えないし。変わりますとか言えないし。変わらなかったとしてもね、あの、何？なんとも言わんぞ。びっくりした。いや、55分まで。そして公式は、公式多分ね、ちょっとね、時間がやばいんだよね。この後お風呂入れって絶対言われるんだけど、その前にさ、一個やりたいことあるから、早くしないといけないんだよね。20分 ?25 分くらいで終わりましょうかね。30分って言えよって話なんだけど、なるはやで終わります。うん、そうなんだ。しかもまあまあ時間かかるから、次まだあと3分くらいある。めっちゃ早く男女見終わっちゃったけど、実はあと3分くらいあるっていう。ああ、そうどうやってんの。うん。あ、いや今日。あ、そうだ、明日の公式の担当は、みゆちゃんになりますね。入れ替わりだそうです。はい。入れ替わるらしいので、みゆちゃんです。そこは忘れなきでお願いします。まあ、後でね、私が、あの、闇月の公式のファンルームでもお知らせしますが、はい、うん、ぜひ、うん、ちょ、ま、あの、まほちゃんではなくみゆちゃんなのでお願いします。よし。では、そろそろ終わろうかね。出たら。はい。公式、5分後、20時から公式、闇月の公式の方で配信します。ちょっとだけ。ぜひそちらも見てください。お願いします。15って出たら終わりますね。最近ユリなんか語彙力なくなってきてる気がする。やばい。またねー、バイバーイって。そろそろ出てくるだろう。いやね、またねだね。そうだね。バイバイではなくまたねですね。で終わります。すいません、ありがとうございました。また後で。バイバーイ。